さんこんにちは。招きいただきまして大変、光栄に存じます。私は本名はですね、北見正夫と申します。この北道と呼びますけど、どういう意味か言いますと、いつか北道とか言うじゃないですかね、なんかいつか北道だと、つまりこう歴史がですね、こう繰り返す、ね、繰り返すぐるぐる結局回ってくると、まあ、私の説だとね、80年ぐらいなんですね。ね、その例えば幕末あるじゃないですか。ね、40年後ってね、日露戦争なんですよ。40年後は昭和20年ですよね。ね、でまたぐるりと回るとね、もうすぐね、ジエンドがやってくると。まあそんなことも言いますけどね。で、まあ、本業はその西区の方で、まあ、社会保険労務士事務所をやっておりまして、まあ、これで25年ぐらい経つんですけど、まあ、好きなのは歴史、まあ、特に日本史で、で、まあ、ある人からね、言われて、あんたが やりたいのは要は経学なんだよって言われてね、で経学って何ですかって聞いたら、郷土の学問とを略して経学だと。郷土の偉人の歴史をですね、発掘して、でそれを後世の若い人に伝える、これは経学といって非常に価値があるんだと言われて、あ、そういうのがあるんですかと。それです、それです、要はそれをやりたいです。こうなりまして、で真っ先に思い浮かんだのはね、そのまあ私はやっぱり豊田佐吉王なんですね。というのはその今につながってるし、なんといってもグローバル、その世界的水準じゃないですか、ね。何しろ明治時代の愛知県というとね、大体その2つしか出てこないでしょ。1つは豊田佐吉の食器と、もう1つはね、能美大地震ぐらいのもんですから、ね、でところがその佐吉っていうとですね、あまりなんかね、こう昔の小学校の教科書で郷土の偉い人とか言って出てくるぐらいのことで、ね、あとほとんどおそらく多くの人はね、あんまりピンとこないんですよ。なぜか言うとね、ドラマがない、ね、例えばリーダーズとか雇ったじゃないですか、ね、僕は豊田さんに言ったんですよ。リーダーズの父はなんでないんやと、ね、一回この豊田さんがね、これ2回来てるんですよ、このコロナ関係で。僕原稿を送って、ね、ここを削除せよ随分言われまして、はいと言ってそのまましましたけど、で私が言ったことはいろいろありますけどね、あのリーダーズの父なんでないのと、リーダーズの2回も作ってたやつかとね。で、やっぱりその番組がない、それから基本的な本がないね、それからね、食器ってやつがやっぱりピンとこないんだと思うんだ。車はピンとくるけどね、まあそういうことなので、あのこの豊田佐吉をとにかく小説にして読める、楽しく面白く学べる小説にしようとこう思って、でそれで10年ぐらい前から名古屋の歴史の研究をですね、ずっとやってるんですね。例えば古地図とかいろんなものありますね、愛知千年峡の本とか、あれは全部この本を書くためのね、実は前準備でこうやってきたわけですね。で、まあ、今日のお話は服部金三郎様がまあ主人公ではありますが、佐吉の盟友、服部金三郎ということなので、まあ、最初の方は佐吉の話をして、後の方で、その、ね、金三郎の話をしたいと思うんですね。で、皆様のこのお手元の、ね、地図がありまして、ここに、豊田家のファミリーの、まあ、家系図といっても簡単ですけどね、ここに豊田佐吉という、人がおります。その父親が生吉と言います。そのおふくろが栄と言います。豊田佐吉はですね、慶応3年に生まれました。つまり、1歳になった時明治元年ですから、明治の元号と、まあ、年齢は一緒になるんですけどね。で、この父親、このね、大きな、この、まあ、あの写真をもとに伝え、描いた絵ですけども、これが生吉です。
この人はですね、大工、宮大工ですね、古才です。この人はですね、まあその二宮尊徳ね、そこの師をですね、まあ、忠実に実践する、まあ名工としてね、地元では今でもね、立田社寺仏閣がね、結構あるというぐらい、の方なんですね。で今度こちらの人、この人が A と言います、ね、A はですね、この人は実はこのようにこれ日蓮宗のね古祭、妙理を出ています。この写真、まあ、私が撮ってきたんですけど、深く、まあ、信仰に帰依している、そういう、まあ、お母さんと、ねその法徳公、つまり尊徳ですね、法徳公と要はその日蓮宗、ね、この二人の子供として、慶応3年に生まれた、ね、同時代の人はですね、例えば坂の上の雲がありますよね、ね日本海海戦 の、 その秋山三年駅とか、ね、陸軍の吉古とか、ね、それから正岡子規ですね、するとほぼ同年代の、まあね、そういう時代が求めて生まれてきたような人ですね。でこの小説 の、 この前編後編とあります。前編はですね、母子の禁似と、ね、母と息子の禁似と、そして後編は病との戦いで、前編はですね、このお父さんが、まあ、名工ですから、このお父さんは当然のように大工の子供はせがれは大工になるのが当たり前なんだ、しっかり仕込んでやるからということに当然のようになるわけですね。ね、ところがそのまあその息子はですね、違う道を歩もうとする、まあ、その衝突の中で、この佐吉郎を励ましたのはこのお母さんのだけなんですね。ね、夫婦の衝突、その中で息子を認めて、ね、こう励ます、ね、ということをやった上で、その力食器といいますけど、蒸気で動く、まあ、食器ですね、人力ではなくね、その発明に成功する、それが、まあ、大きなね、その画期的なものなんですよ。明治28年ですけど、ね、その瞬間を描いたのが前編です、ね、で後編の方はですね、その、まあ、脳梗塞をね、この人2回やるんですね、まあ、ある程度の年になって、でそして、大正13年に G 型食器っていうね、今度はもう世界最高の食器まで行くんですけど、その食器の発明のですね、申請者は喜寿郎なんですね。ね、まあその父親の佐吉が脳梗塞で倒れながら、そのこの思いを継いでですね、実現していくという様をね描いたのが後編です。で、それで前編のそのこの絵ですね、イラスト、これ非常に気に入っておりますですね。ね、どんなものかと言いますと、これ12歳なんです、ね、これお母ちゃんです、ね、この江戸時代のですね、この手でやる食器があってね、こうやってるわけですね。でこのその食器が壊れちゃったんですよ。壊れちゃったん で、 でその部品を一生懸命で作る直す息子がおるんですよ、ね、その息子が、まあ、やっぱり親父のその、まあ、遺伝といいますか、まあ、非常に器用なんでしょう、直しましてね、で佐吉を直してくれてありがとうね、母の一言が決めた息子の人生どうですかね、ここが始まりなんですよね。でそして、
まあこのいろんなね逸話が実際に残ってまして ね、あの佐吉がその尋常小学校を卒業するときに、書いた作文どんなのかというとね、大きな島っていうタイトルになってまして、太平洋のど真ん中にでっかい島を作って、そのみんながそこにその住めるようにして、でそのそこには豊かな電池電波塔もあってね、あの小さい弁はね、お父さんの音をね、あの おとっちゃって言うんですよ、ね、でお母さんのことはおっかちゃって言うんだけど、おとっちゃとおっかちゃに楽にさせてあげるとかいうね、その作文を作るんですよ。ところが全く荒唐無稽なもんだから、クラス中の人が大笑いしまして、あんた何言っとるのと、まあ無双家なんですわね。でところがその大きな島っていうその空想めいた作文をですね、その家に持って帰ってみんなに笑われちゃった、先生まで笑ったね。その話をですねじっくり聞いて、そんなことができたらいいわなとっていうふうに褒めたのがこのまたお母さんです、ね、で小説の語り部はこの日蓮宗のお母さんです。で、まあ、そういうふうにこの子供の言うことをそのまあ否定しない、ね、認める励ます、まあ好きにやらせる、ね、そういうふうでね、まあ子供を育てていくわけですね。でそこで、まあ青年時代、まあ、17歳頃にですね、ある本に出会いました。西国立志編と言います。明治17年ですからね、もう、ま、もうそんなね、もう時代を想像してくださいね。どんなものかというと、これイギリスのその成功した人の物語をまあ翻訳したわけですけど、ハーグリーブスっていう人が残りまして、その防食器ですね、でそれを発明した人が元大工なんだそうですわ。ということで、私 もう自分できるんじゃないかということでね、すごくその励まされまして、でこれで、自我にその要は自分の生き方をですねこう見出してるんですね。で小学校出ましたら13歳から大工で父親の手伝いしてたんですけど、どうもそんなことでは日本はこれからね大工ではダメなんだと、ね、で明治18年に発明の特許の法律ができるんですよ。だから私はそれをやろうって言うんだけども、そんなんで飯は食えるわけないんだと、ね、そもそも親父の佐吉のその生き地の息子は大工の息子は大工になるのが当たり前なんだという形で、まあ、激しくその親父と、まあ、息子が衝突していく。でそういう中でもですね、佐吉ってこれね残ってるんですよ、18歳の時のね書いたものが。すごいですよ、18でしょこれ。なんてことか言うとね、決して目標を見失わないこと、決してくじけないこと、どんな苦労もいとわないこと、弱い人に優しいこと、富のために勉強するのではないこと、明治18年5月でしょ。ね、さすがですね。で、それで、父親の方はですね、まあいろいろその不況とかあったんですけど、その不況を乗り切っていく中で、まあ、その学んでいったのはね、掛川にあります大日本報徳社と言います。掛川城内のね敷地の中にあります。二宮尊徳の報徳校というのは、まあ、掛川が中心になるんですね。まあですね、この人が岡田良一郎と言いますね。文部大臣までなる人。でこの人のところに通ってですね、二宮尊徳の教えをその生き地が学んでいく、ね、有名なものがありますよね。道徳を忘れた経済は罪悪である、経済を忘れた道徳は寝言である、ね、こういうふうで学ぶ。
ね、それで一時そのこうまあそのバイクが不況でガタガタにの仕事になったんですけど、それを立て直したというね、家業を立て直したという自負がその池地にあるもんですから、より一層ね息子にはそれを仕込みたいと思ってるんだけれど、息子の方はねもう20歳過ぎますといよいよ持って息子の親父に言うこと聞かなくなるんです。ということでいろいろ放浪癖ですね、いろんなところです。まさにこの辺も放浪しております。石宮も放浪しておりますけど、でこれは知多の丘だと言います。皆さんその知多に行かれたことございます？丘だってとこ行かれた方何ですか？これね、行くとね、結構その街歩きとしてはいいですよ。これ今写真撮ったんですよ、私ってね。で、綿布のね、産地です、ね、江戸時代はね、まあこの辺もそうだと思うんですけど、綿のその、栽培をして、ね、そのまさに農家のこのかこう副業といいますかね、そういうふうにやってた時代ですよね。で、岡田っていうところはね、あの竹之内とかね、中島とか、そういうね、大きな問屋さんがあるんですね。でそれから、竹内虎王っていうね、有名なその食器の発明を しようとしているような人もいたんですよ。ということで、ここにせっせとね、通うといってもね、その今みたいにこう豊かな時代じゃないですから、もうお金がないんですよ。ね、お金がなくてこうとにかく大工の手伝いを無理にさせてもらいながら、というのは食器のね、食器って木製だったんですよ。食器が壊れるとね、直すのは大工だったんですよ。ね、ということで大工のこのね、こう住み込みをさせてもらいながら、ひたすら食器のその発明にね、まあその没頭していくんですよ。そういうこと でここから家帰ってですね、納屋に閉じこもって出来上がったものがございます。これが明治23年、木製人力食器です、ね、これ初の発明です、ね、これで、随分ねこのお母ちゃんの絵が実際使ってみるんですよ。褒めたんですよ、ね、同じ5割ぐらいの生産性アップになった、ね、ご佐吉ありがとうということで、まさにね、この21歳の時にね、こういよいよその発明の中でもテーマを食器と決めたもんですから、でそこからもう不説何年でようやくたどり着いたものですね。でですね、ところがその親子のね、確執は強烈なんですよ。その生き血はもうカンカンになってね、とにかく息子の発明をその趣味通らんだと言って怒るわけですわ。でそれでそのお前も結婚すればね、もうちょっとそのまともになってその発明とやらもやめるだろうということで結婚しようという話なんです、ね、無理やりです。無理やり結婚、あのお寺の妙龍寺でですねお見合いをしたって言うんだけど、こうこちらが住職でこちらが佐吉で、この人ね、もういやいや来とるもんだから、もうね、なんて言いますか、こう、見合いの格好じゃないような、いやいや来た、だけど、もう、ふてくされて、なんで来ないかんだって感じの若いのがおって、ね、そこにちょっとお茶を出すだけの人、これがお見合いなんだそうですね。ね、そういう子たちで、この民っていう人と結婚しました。ね、ところが、なんて言いますか、その希望して結婚したわけじゃないのと、この人から見ると佐吉っていう人は理解できないんですわ。むずっと人って何考えとるか分からへんし、何をしたいのとあるのかね、そういう中でその本当はこの家で大工やるって話だったんだろうけど、そんなことを全く無視しまして浅草に行っちゃうんですよ、あの佐吉の意思で、ね、でそのボロ屋にですねこう言いながら、ね、ところがもうほんの数ヶ月ですぐ
商売はペケになりまして、ね、で帰ってくるんですね。残ったのは借金と、ね、待ってたのは生き地の怒り、ね、まあ、そういうようなですね、ことになるんですね。でそういう中で一つのね大きなねここに出会いがあります。このマップの中にこれ主な人間関係ってありますが、この中心は先地ですね。この二人奥さんがいます。最初の奥さんタミ、今の人ですね。で5歳アサトで、上にいる人、下にいる人、ね、上にいる人はいいもん、下にいる人は悪もんです、ね、善と悪、支援者と足引っ張る人、ね、こうなっておりますけど、でここにいるのが石川東八という人です、ね、これは半田の奥家、今もね、知多信用金庫奥川支店というところにね行きますと、この日が立っております、ね、石川東八で、その特に知多はなかったみたいですよ。明治28年です。まあそのみすぼらしい格好した28歳の、まあ、言葉悪いが、このどっかで行き倒れとってもおかしくないような格好をした、ね、人がこの半田の豪商です。ここは祖宝家です、ね、ここは100人ぐらいの使用人がいる大きなところで屋敷 で昔の家っていうのはね、このまずは田んぼがあって小三九人がいっぱいいて、でいろんな卸売業とかね商売全部やってるんですよね。まあそういうようなところがこの石川家、東八さんと言います、ね、ここにね、突然入ってくるんですわね。私は蒸気で動く磁気食器、力食器と書いて磁気食器と言いますが、発明します。抜胆食器っていうのはさっきのことね、人力食器です。一台につき一人の人間が必要だけど、力食器は一人で数台の操作が可能になると。それができれば大幅に効率が向上し10倍になるのとね、どういうことか言いますと、面行立国論と言います。ですね、面はイギリスって言ってもインドだったんですね、当時ね。で入ってきて、で国内で作るでしょ、ね、作ると言っても外国製の食器になっちゃってたんですね、すでにね。で地元の 麺の産地はガタガタになってるんですよ、ね、それでもしも食器を作れば麺糸を輸出し、麺粉輸出できるようになるとね。つまり麺業立国論。じゃ実は小学校時代の作文、大きな島ってのは麺業立国論になってるんです、ね、でそれを解くんです、ね、だけどその日本でそんな力書記なんてものがね本当にできるかやと、この人も首をかしげるわけですわ、ね、でその力書記の発明にどれだけいるんですか、ね、佐吉は唾を飲み込んで答えた。お金は大体1000円必要だと。1000円もかや。これ大工の年収の何年分かです、それじゃできんかったらどうするんだ。必ずやりときます。発明はだいぶ進んどるかのん、まだまだ解決しなければいけない問題が山のようにあるもんで、それで本当にできるのか。はい、絶対にやります。こんだけの金使うんだったらできんでは取らへんぞ。もちろんです。その根拠は何だ。だって必要だからです。日本には動力で動く食器がいるんです、ね、もうこういうふうにまさにもう出会いと言いますかね、いろんな人がそっぽを向く中で、そういう形で、その
発明に精進する環境を作ってもらえた。その上できたのがこれです。これが力食器、つまり蒸気で動くんです。石炭ですね。当時はですね、何しろ人間が動かす食器、さっきのものですね、こちらからこちらに進みます。明治23年、明治28年ね、これによってですね、日本の機織りというものが近代的な機械工業に脱皮する徹底的なマシンだったんですね。これがで、日本というのは 戦前はですね、要するに綿布と陶磁器ね、まあ お蚕様もね含めて、要はそういうような商品で飯を食ってましたよ ね。それができるようになったのはまさにこのマシーンのおかげなんですよ、ね、でそういう中で、ところがね、佐吉さんってね、いろんな出会いがあるんだけど、いい出会いがあるのと同時に悪い出会いがあるんですわ。この人ね、人がいいんです。騙されるんです。成功するとね、お金ができるとね、寄ってくるやつがあるんです。そういう形で、ね、この絵はなんかどっかで見たことがあるような顔かもしれませんが、空想です。空想だけどね、実際にいた人なんです。伊藤久八と言いますね。これ豊田佐吉ねというの実際に出てくるんですね。このマップのここにいる悪者です。この人にね、合計分かってるだけで2回騙されると騙してもまだ騙されると。カセクリキってやつがあるんです ね。カセクリキってこんなの人だと分かるのかもしれませんが、で、食器の集めって随分大変なんで、とりあえずすぐできそうなものにってカセクリキだったんですよね。でそれを共同事業ということで、やったのがこの人なんですね。ね、で場所はですね、コルゲン工場の本社です、ね、これ朝日町と言いますけど、まあ、今で言うと錦三丁目と言いますかね。コルゲン工場本社言ったら誰でも分かりますね。これがマップでして、これは大正時代の名古屋マップです。テレビ塔がここにあります。そのですね、その西側朝日町一丁目からです。これ、ね、皆さんご存知公安株式会社ね。でこれというのはですね、豊田代理店伊藤商店、この跡地ですね。でまあこの人ね、その遊び人なんですよ、ね、こんなんに騙されとっちゃいけませんけれども、この人にお金持ち逃げされましてですね、で取引先から破産宣告を申し立てられちゃったんですよ。そういう形で裁判所で敗訴です、ね。当時はですね、愛知県産業合意会館って今ないけど、本館西館ってあるじゃないですか。で西館、あそこが裁判所なんですよ。あそこで、敗訴なんですね。これ同じ年です。大成功です、大失敗ですね。これ10月です、こっち12月ですけどね、そういう形で、まあですね、もう大変な、自分で返すこともできんようなお金をですね、まあ負債を背負ってしまった。その時に、ね、ある女の人がやってきてくれました。場所はさっき言いました朝日町のね、そのとこね、こうコンコンって叩く人がいたね。佐吉はね、また借金取るかと思ってね誰かさんと思ったら朝子さんね。
この人は石川東八さんの、まあ言ってみれば奉公人ね、ね、まあそのハンガリーた頃にこの人が世話してくれていて、まあついていたんですね。ね、この人は18歳、この人28歳、まだねこれ離婚してませんから既婚中ですから。ね、でこうまあ要は押しかけ女房ですわ。ね、そういう形で、こう二人はですね。まあ、その後この民さんの方は、どことか言いますと、まあ、結婚して1年ぐらいで出てくるんですよ。で産んだ子供が喜一郎です、ね、で豊田さんとの関係で記述をめぐってそこは消してくれたまえって随分分かりましたって言ってますけど、情報したのは民さんに関する記述。私はこう思ったんですわ。そもそもね、記録の中に民さんって全く出てこないの、もう産んだっていう記録もないの、実に。昭和5年に亡くなるんだけど、昭和8年に豊田佐吉伝っていうね、豊田自動車発行の、まあ、出るんですね。でその編集の中心は麻子さんなんですよ、ね、ですからまるで麻子さんが初婚だったのっていうのがなってて、一文字も民って出ないんです。で私はね、思うんですが、仮に皆さんが女性としましょうかね、あなたが結婚したの、ところが1年経って別れたの、そしたら大ブレイクしていく元夫ってどうですか嬉しいですかあまり嬉しくないと思うんだわ、ね、そうすると私が一番思ったのは、1歳にもならない子を我が子を置いていく、それが自分の意思ですかと。私は違うと思った、ね、ですからそのまあ情念ですね、悲しみ苦しみ、私はそれを書き抜くわけです、ね、そこはきれいに削除されてますまあ初犯の事情があるわけです、ね、でそこでこの麻子さんとこのね、こう佐吉が、まあ、正式に夫婦になります。この麻子さんという人はね、非常に賢い人なんですわ。秀吉のね、尾根みたいな人なんですわ、ね、でその場所は宝町です。宝町ってどっか行くとね、テレビ塔です。テレビ塔の南です、ね、今行くとね、残ってませんよ、なるほどね実はあれはすごくね、明治29年豊田商店と言います、トヨタのこの系譜がありますけどね、ここに豊田商店とあります。その次に豊田商会ね、なってきますけども、本当の最初の最初ですね、ですね。でまあその麻子さんがその商売をやるね、旗織りとかですね、まあ、旗屋のおかみさんなんです、麻子さんって、ね、で夫は金を使う発明に、ね、夫が発明をやれるようにもうね、母としての仕事、ね、言ってみればその中小の おかみさんとしての商店のおかみさんとしての仕事を全部ねこなしながら、この夫を支えて夫を成功させていったすごい、まあ、人なんですよ、麻子さんって人でね。でその頃に、まあ、私の想像では定かなことはね、なかなかわからないんだけど、今日のご主人公の金三郎さんね、こちらですね、服部金三郎、服部金三郎さんの情報は、まあ、皆様の方がよく知ってるかもしれない。私は主に2つからね、見てますのは、興和株式会社の社史、ね、ただしね、これもいろいろな想像の通りの事情もありまして、どこまで本当でどこまで嘘なのかなというのはよくわかんないんですよ ね、というその興和さんの社史、ね、もう一つはね、この服部金三郎がの若い頃秘書だった人がいる、その石田泰造
ね、この石田泰三の辞書伝っていう、ね、あって何冊もあるんですね。まあ、主にその2つで、まあ、服部さんの情報を持ってるんですけど、まあ、私の想像ではね、石川藤八、あの人と服部金三郎は親しかったと思う、ね、その石川藤八さんの推薦というか紹介で、ね、やってきた、ね、宝町です、ね、でその時にですね、その織村がない、織村がない、そのこの反物を見て、ね、こんなのどうやってやるんだと、手では到底できないよねという形で、そのぜひその食器を見たいという形で服部金三郎さんがそこでやってくると。でそこで朝子さんと佐吉はその後、まあ、いろいろありながらもですね、ですね、まあ、本格的な工場を作りました、ね、それが武平町工場です、ね、場所はですね、これ桜通りなんだけどね、パナソニック、トヨタ、トヨタホール、ね、昔でいう自販ですよね。そのこの道隔てて東側に今こういう綺麗なマンションあります。これ、これがマンション、こっち、これ南の方、これトヨタホームですけど、ね、これ武平町工場跡地です、ね、敷地面積300坪です、ね、で初めてのこれ本格的な工場です。でその頃ですね、佐吉っていうのはいろんな人が、まあ、やっぱりこう縁があるんですね、人との出会いが。で彼の人生を大きくその変えてくれる、人が出てきます。富士の亀之助と言います。三井物産です。おっかは綿布合資会社、ね、要は 石川友達の工場ですけど、そこに、その食器のが並んでるんですね。でそこで作られた綿布がぐるぐる回ってきまして、三井物産の方まで行くんですが、ね、でその綿布が素晴らしいもんだから、一体それはどこで作ったんだという話になりまして、でこの藤野亀之助さんが東京からですね、わざわざその半田の奥川まで行くんですよ。で工場を見せてもらってびっくりした、これは外国製じゃないのか、いえうちは豊田式です、豊田式って何なのと聞いたことないわ、紹介してくれんかという形で、この武平町工場に、まあ、訪ねてくるんですね。でそしてこの藤野上之助さんがこの出来上がったその綿布をですね、本社に帰りまして、ね、その三井物産の上層部に上がってくるわけです ね, ね。でそこでつながっていくのがこの人なんです。一万円札です。ね、そうです、渋沢栄一です。国を救う発明だ。どういうことか言いますとですね、当時ね、日清戦争、ね、終わったばっかです、ね、次は日露戦争じゃないかという話になってるんですね。で軍票ってやつを出してますでしょ、ね、その軍票を回収しないかんですわ。回収するとお金払わなきゃいけないんですよ。外貨の獲得手段当時ないんです、輸出できるものないんです、ね、ですから綿を仕入れて綿糸にして輸出するだけじゃなくて綿布にして輸出する、これ外貨獲得手段ね、まあ、今で車と一緒ですが、ね、それがどうしてもいるんだけど、どうしてもそれができないんですわ、ね、そういうことでこの国を救う発明だという形になりまして、で世に出てくるんですね。これ明治30年、つまり30歳の話でしょ。でこのその武平町工場にやってきた人がこういう人です。実際にやってきます。井上薫、増田隆っていうのはね、三井物産の初代社長です。
それから大隈重信、ね、で地元の人だとね、伊藤様、ね、抹茶会です、ね、岡谷さん、ね、これ鈴木さん、これ財相木材です、ね、こういう人が来てもう激励、要はその立派だ立派だということ で激励するんですね。だけど実際の商売はですね、なかなかうまくいかないんです、ね、うまくいかない、いろいろありましたけどね、一つには英国製食器に乾杯、あのカネボですね、今で言う、今っていうか以前で言うカネボですね、品質検査がありまして、テストがありまして、まさに日露戦争の最中、あれがね、明治38年5月が日本海海戦ですよ ね。その時にあの金棒の工場でやったその品質検査でイギリスプラット社とかそういったところに完敗してしまう、ね、ですからその俺の戦争はこれからだ、日本は勝ったけどなと、ね、そういうこととか従業員の悪者の裏切りとか、ね、類似品が出回るとか、ね、いろんなことがありまして、実際にはこの豊田商会、名前変えて豊田商店から豊田商会になりますが、は経営不振に陥っていくんですね。でそういう中で一つのね、試練に立たされるんですよ。何かというとね、いよいよ豊田商会が経営のピンチなんですよ、商売としては、ね、そこで負債だらけなんですわ、取引先の破綻とかいろいろありまして、ね、そこで、大阪の商人の方からですね、一つの提案が出てきた。あなたの過去の発明の権利を全て譲渡してもらいたい、ね、それと引き換えにあなたの被ってる債務を全てこちらが持ちましょうと、ね、でそして会社を作ろうと、ね、豊田式食器株式会社と言います。名前は豊田式食器なんだけど、実は豊田先に一円も出資してませんので、ね、ただの常務員だけで名前だけなんですよ、自分の会社じゃないんです、ね、そこに、出資をする要は特許譲渡を してもらう形で救われるかどうか、ね、という形でまさに悩み続ける瞬間がある、ね、でそして結局会社は出来上がります。豊田式商機、明治40年です。ですから彼は40歳です。でところがですね、まあ最初からそのつもりだったんでしょう。その3年後に事実上の解任に追い込まれます。場所は残ってます、川部、ね、川部の近くにあったっていうんですけど、料亭川政旅館って言います、ですね、まあ卵を産み終わった鶏のようなものということで、この本の中では詐欺田義樹という名前で登場しておりますけど、実際にいる人ですから、ね、あまりに悪く書きすぎてその子孫からちょっとクレームが来そうだったんで来るかもしれないと思って名前を変えておりますが、全く実在しております、ね、そういう形で、辞職、まあ、に追い込まれます、ね、これが彼が、後に発明人生の一生を誤りたる痛恨人として、語る話です。でそこで、ですね、砂糖の工場、砂糖工場になります、ね、皆さんが、まあ、トヨタ発祥の地位と砂糖というイメージあるじゃないですか。あれはなんで発祥かというとね、自力経営の発祥なんです。それまでは他力経営、こういう話になってます、ね、でそれで、作るわけですね。ですから砂糖の工場は彼にとっては再起をかけたお城、ね、この時すでに佐吉が47歳、あそこは37歳、長男喜一郎は20歳です、まあそういうような
ことの中で、まあ今日のね、主人公のこの服部金三郎ですね。まずね、どうですかこの顔ね、受ける印象は。なんか一聞きゃ十分かるような、そろばんはいらないようなね、いかにも頑固でこう人を見抜くようなね、そんなような眼光鋭さがありますよね。でですね、まあやっぱり何て言いますか、仲がいいんですよ。この石川東八さん、豊田三吉、服部金三郎ね、この3人が頻繁にね、飲んでいた場所があります。それが料亭花月といいます、UMJ 銀行、まあ、東海銀行ですね、以前の、住吉って分かるよね住吉ね、あれ広小路の北側のね、富沢町っていうんですけどね、昔の名前ね。でそこに花月っていうね、料亭があります。今はね、どうなってるかっていうと、コインパーキングですね。でそこで、3人はですね、頻繁に酒を飲みながらね、いろんな方法を語り合います。服部金三郎のね、抱負ね、名古屋で一番の繊維会社になってみせたるがや豊田さん、あんたの作る食器をもっとうちに譲って調達か、こうしてあんたと出会えたことが俺の幸運だわ。まあね、今日はそのこの人が作る食器を金三郎が買う、そして綿布にする、大陸に売る、輸出する、こういう関係です、ね、ですから大ユーザー、大スポンサーね、まあこういうことですね。でこのですね、金三郎さんのことは、まあ、皆様の方が詳しいような気がするんですけど、北の村ね、あの丹羽郡北の村、明治3年生まれです、ですから佐吉の3歳年下になります。で名古屋にね、伊藤忠さんというところが本場にあるんだけど、祖父江、祖父江十兵衛さんというんですね。でその親戚に当たるそう で若い頃ですね、ここにまあ丁稚で、まあ丁稚というか、まあ丁稚ですね、入っていきます。で非常にその賢いものですから、手代番頭となり、次に奥さんまで、娘まで、もらって、行くわけですね。でところがね、これになっちゃうんですね、これのおかげですね、飲む打つ買うなんですわ、やり手なんですね、そういうことで、伊藤忠さんでは勤まらずにですね、まあ自分で独立開業しましたね、服部商店誕生です。明治27年、ね、場所は八百屋町と言います。長者町通りあるよね、あれ広小路の南は八百屋町と言います、ね、あそこで創業した。でその創業がですね、まあ、非常に運がタイミング的に良かったんですわ、ね、日清戦争、そして日露戦争、つまりその大陸に向かけた市場がですね、まあ広がっていった時だったんですね。ちなみにこの料亭花月経営していたのは杉野直一と言います。杉野直一、その孫が川村隆です。母方ですよ。でまあいろんな人からその認められるようになります。金三郎さんはこの人は矢田関と言います。三井銀行です、ね、
矢田関の書いた辞書での中にね、こんな言葉もあります。服部金三郎氏は豪気なこと宗教糸編会で右に出るものなし、まさに、短大心象でどうずることなく、それでいていかなる些細な点にも気を配ってことにあたる。今後この業界で飛躍すること大、ね、このように評されて、三井銀行からの、積極的な融資を受けるようになる。で、八百屋町で創業したんだけど、その後宮町に移ってきます。宮町っていうのはね、本町があって桜通りがあるよね。一本南側はね、あれはあの天満町と言います。あれはその美濃街道ですけど、で本町を一個東の方に行くとね、宮町になります、名前がね。で、場所はですね、後で申し上げますが、そこで移転をして、大陸市場に向かってですね、どんどん売っていくという、そういうことになります。で、そこに、いたですね、服部商店、金か服部商店というのはどんな感じになったかと言いますと、滝兵衛門商店ですね、滝貞、これはもう全然こう全く歴史が違いますよね。それから豊島さんとか森林さんとかありますよね。でそういうところのしのぐ勢いでもう激しく伸ばしていったのが服部商店ですね。で、その服部商店には番頭がおりました。中七と呼ばれておりましたが、三輪常次郎と言います。コルゲン工場の創業者です、ね。三輪常さん、泣く子も黙る三輪常とかね言いましたけどですね。で、石田泰造のね、辞書伝にはね、こんなようなね文章を書いてますね。豪気そのものに見える金三郎だったが、一面では細心の注意を払いながらことに臨む、そんな一面もあった。金三郎は酔って帰ってきても店に帰るのに中七を見つけた。おい、そろばん持ってこい。金三郎は帳面を巡りながら計算を始めた。そろばんを持つと先ほどまでの穏やかな顔と打って変わり、厳しい商売人の顔になった。夜中にガバッと飛び受けて、突然帳簿を調べるなどは日常多半事だった。このように相反する性格はうまくバランスが取れていた。そういうようなね、ことでなるんですね。で、そして先ほど申し上げました豊田さんのね、その砂鉱工場ね、これはですね、なかなか難しかったんです。というのは、すでに発明の権利は譲渡した後、何もないんです。裸同然なんです。誰も応援してくれないんです。そういう中で応援したのはほんの数人、服部金三郎ね、それから富士の亀之助、さっき申し上げた三井物産の人、これは児玉一蔵、これは三井物産の人ね、このほんの数人の支援のおかげでこの砂鉱工場というものが出来上がってくるんですね。そしてですね、もう一度服部商店ね、場所言いますね。宮町、あのね、十六銀行っていうと分かりやすいですかね。あの南側のところとに今は駐車場ってあります。錦三丁目ですよ要はあのね、もう錦三丁目です。皆さんこう前歩いてるとこですよね。で、石田泰造語録の中にね、こういうことがね出てくるんで、どういうことかというとね、大正4年の話ね、その頃ね、豊田さんは49歳ですから、もういい年ですよ。そのもちろん砂鉱工場なんか大正元年できてますからね、すでにあの立派にやってる時代の話ね。ちょっと読んでますね。あの石田泰造が若くして石田あの服部商店に入って初めて佐吉氏と出会う瞬間ね、自分で書いてるんですね。いや、理屈も何もない。わしの80年の生涯であんな代わりも先にも後にも佐吉氏だけですわ。
あれは確かわしが名古屋の服部商店に入ってきた時だ。ちょうど車掌秘書を仰せつかって1ヶ月目でしたかな。いつものように事務室で帳簿見ておったら、急に表戸が開いて、何やらこうパッとせんおっさんが入ってきた。ぬーっと入ってきてね、それがあんたうんともすんともいいやせ。いきなり社長の机の前に座り込んで、誰が驚こうとも知らん顔ですわ。それで腰にぶら下げたタバコ盆引っ張り出して何も言わんと、ぷっかりぷっかりやっとる。その頃服部商店には、社長服部金三郎、その他に支配人に三輪常次郎という偉物がおりましてな。ちょうどその時は三輪さんがわしの隣に座っとった。わしも驚きましてな、一体このおっさんどこのどなただろうと。とにかく皆さんにももう何も言わんで知らん顔、そうこうしているうちに奥から服部社長が出てきて、ちょいとおっさん見ていきなりこう言ったんですわ。おお、豊田さんか。今日は何ですかいな。豊田さんというおっさんは、それがまあ愛想も何もありやせん。ただの一言。ああ、ちょっと今日大きいで、25万円出してもらいたい。というと相も変わらぬタバコをふかしとる。そばにいるわしはもうまるで驚きですわな。25万と言ったら当時のわしが拝むこともできるような大金で、何億円もするん。一体この信玄袋を下げたおっさんは何者じゃろうと思いあぐねておったら、服部のおやさんはいとも簡単に、何何、25万ちっと大きいな。今度は何やるんかいな。まあええ、現金は無理だって手形なら書いてあげるわ。というんで、それで本当に手形を出してきて、すらすら25万を書き込む。おっさんとは言えば黙ったまんまで当たり前みたいにそれを受け取ったんですわ。皆さんも他のもんも振り向きません。服部さんはおっさんに何か話しかけたい風だったが、おっさんの方は金さえもらえばまあもう用はないってのもんで出てってしまったと。世の中に人は多いが、変わった人もあればあるものよ。こんにちはも言わん、さよならも言わん、騙しかって言うだけね。そしてその皆さんに聞いてみた。なんで君知らんかったかいな。あれが岸上座で有名な豊田主席の豊田佐吉さんだよ。ね。これ晩年にそのですね、まあ太蔵さんが書いたね、文章でした。で、ちょっと人間関係をですね、説明しましょう。これ服部金三郎。この人はね、児玉一郎と言います。三井物産のね、まあ幹部になる人ですね。で、この人の弟、利三郎です。児玉利三郎。ね、この人を、その、佐吉の娘、愛子に、婿として、入れと言ったのが、この児玉一郎です。ね、で、児玉さんの親戚が、はあの石田太郎、こっちはあの常滑ね。でここが石田家貧乏だったもんですから、その児玉家にまあ言ってみれば500回になっとったんですよ。学校出してもらってたね。んで、児玉石蔵っていうのは彦根、つまり近江商人、その教えを受けてるこの児玉家にまあ行っていたのがこの石田太蔵ですね。それで石田太蔵がですね、その服部商店に入った経緯は、この児玉一蔵が、ね、お前ブラブラしとっちゃいかんぞということで、就職世話したるわ言って、で入ったのが服部商店、ね、で服部さんが亡くなった後で、そのこの石田太蔵さんを豊田坊職、ね、つまり利三郎に入れと言ったのがこの一蔵、つまり石田太蔵っていうのは服部商店に入ったのも豊田に入ったのもみんな、この、ね、一蔵さんの世話です。でそれで金三郎さんは、まあ、商売も、まあ、浮き沈みがありますからね、まあ、最終的には事業としては成功したわけではない、ね、金三郎さんは。
まあそこを詳しく言うとややこしいですから言うのやめましょう。ね、で、ただね、金三郎さんが残したものはいろいろある。人を残してるんですわ。これ。ね。手塩にかけて育てた常次郎。ね。それは、その後ですね、今も興和株式会社として、ね。今も隆々たる会社として残ってるわけですね。ね。で、それから、もう一人ね、その育てた人がいるわけです。石田泰三さんです。ね。ですね。この人が、真骨頂はいつか、もちろん昭和25年ですよね。リーダーズですよ、まさに。ね。昭和25年5月28日、トヨタさんでは御前会議というのがありました。ね。どういうことかと言いますと、まあ、ドッジラインということで、まあ、いよいよ日本がもう戦後の大恐慌の最中でどんどん会社潰れるわけですね。でトヨタがまあ労働組合の葬儀ばっかりで、ね、いよいよ喜一郎退陣というその局面を迎えているわけですね。ね、で例の白壁の、まあ、トヨタさんですね、どこかというとこの今トヨタサスケ邸ってありますよね。ね、あれをね、なんか佐吉と勘違いする人多いですね。佐助と佐吉がなんか一緒だと。ね、あれ弟の方でね。で、ここが清水口の交差点で、ダイキン工業ってのあるが、ここが佐吉邸。ね、こっちはリザブロー邸。こちらが喜一郎邸と。ね、このリザブロー邸をね、想像しておいてくださいね。いよいよもうね、潰れかかったトヨタ喜一郎さんもう体壊してるね、それで石田泰三の人ですね。でこの人はもうトヨタ自動織機の社長でねなんですね。でもうヤギのヤギのとこをこうリザブロのところの家に押しかけてくるんですよ。このリザ石田泰三が言うんですよ。リザブロさんに向かって、このままでは絶対潰れる。そうなったらあの世で大大将、つまり佐吉ね、にどう顔向けをあんたはするんやと。ね。で、リザブラは、もうそんな怒るな、怒ってくるんだと。そんなら誰があの泥沼をさらえるんやと。ね。リザブラと泰三、二人の間に沈黙が流れる。真剣な眼差しでお互いに見つめ合うことしばらく。リザブロと泰三はね見つめ合いながら、泰三は「わしですか、わしはもう60過ぎだよ、田舎帰って百姓やろうと思ってるんで」って言うんだけど、リザブロは「もうお前しかおらんねん」それで、5月28日日曜日、リザブロは泰三を急遽呼び出す。ね、席に着くなり、喜一郎が妙に改まった口調で言う。石田さん、はなはな申し上げかねるんだが、あなたに自動車をやっていることをいただくことになった我々首脳陣は、総退陣する。泰三は辞退すると返事したんだけど、リザブロは言葉を遮る。もうそれだけの余裕がないんだよ。それにトヨタはトヨタの伝統精神もあり、メンツもある。いくら自動車が難しくなっても、ね、よそに頼むわけにいかないんだと。ね、ということで、清水の舞台を飛び降りる覚悟で社長を引き受ける。そこで、生まれてくるのは、自分の城は自分で守る。ね、誰の言葉か。服部金三郎。ね、そういう形で、その金三郎さんは事業は、まあ、結果としては、まあ、そういうことですけれども、残したのは人であり、それはちゃんと今につながっていると、いうことを申し上げて、おきたいと思います。
それから今度ですね、11月17日が日曜日でしたかね、日曜日にね、街歩きツアーを私やるんですけど、ね、なんと参加費タダです。ね、事前の申し出はいらないと。ね、あのね、17は日曜日でしたかね、その翌週が24だったと思うんだよ。日曜日の日曜日ね、朝9時半ですよ。アイリサイチってところに集まってもらって、17が雨だったら24日ね、24日が雨だったら12月のそのまた日曜日だけなんですけど、この今言ったところを歩く、ね、最初に行くのはカーブにね、解任の場所に、ね、でそれから次に行くのは宮町ね、25万円ね、いきなり小切手書いてくれた場所ね、でそれからあと料亭弥生っていうとこね行って、でそれから何度もこう一杯飲んでた料亭花月ね、それからね、騙された朝日町一丁目のところね、でそれから朝子さんと一緒に創業したテレビとね、それから今度武平町工場ね行くんだけど、で料亭弥生ね、料亭弥生、皆さんこういう言葉知ってるよね、障子を開けてみろ、外は広いぞね、これどこで言ったかというとね、実に身近なんですよ実はね、あのね、ホテルガーデンパレスってあるじゃないですか、錦三丁目ですわ、金さん、でそこの蓮向かいです、料亭弥生って言いますね、それはですね、大正のね、8年の年末ですけどね、料亭弥生っていうのがあって、トヨタの事業の会議はね、料亭弥生でよくやってたんですよね、でそれで上海に上海、トヨタ暴食ね、佐藤のトヨタ暴食、これ随分まあいろいろありながらも成功してるんです ね、でその分工場を上海に作った話ですね、でそれをその市内たのは児玉一同ね、でただその上海進出なんかリスクあるじゃないですか、でも絶対反対だいって言ってトヨタの人はみんな反対で、やろうって言ったのはその佐吉ともう一人はこの番頭の西川喜人だけなんですけど ね、で、12月のね、年末の料亭を想像してくださいよ、障子開けたら寒いじゃないですか、前はこう庭があるんでしょね、こうやってね、その散々議論した挙句結果結論が出ないと、で柔らこう立ち上がってこう障子に行ってバーンってやって障子を開けてみろ、外は広いぞって叫んだわけですよ、これが名言ですね、で弟の平吉がこう立ち上がってね、どうせアンジェル作った会社やみんなもそれで勝つよという形でその上海進出が決定になりましたね、でそこの総責任になった人が西川喜人さんです、これはトヨタの大番頭ですね、でこの人は上海工場の責任者にもなりますね、でこの料亭弥生はですね、その後また再び歴史のドラマになります。昭和10年頃です。自動車に出るっていう喜一郎と待ったをかける要は利三郎、激しい衝突があるわけですね、まさにリーダーズの世界でしょ。でその時にこの西川明さん、これ上海工場責任者、この幹部を急遽集めましてね、言うんです。大大将の意思に基づく仕事をするのに何の遠慮がいりましょう、お金なら不詳この西川がいくらでも出します。そのぐらいこうね、上海で見事に実績を上げたんですね。それもこの料亭弥生ですね。だから結構歩いてみると楽しいですよそれからいろんなね、言葉もね、ありますね。
名言ですね。これ、あの豊田佐吉の、ね、名言ってね、インターネットで見るとね、ざーっといっぱい出てきますよ。だけどね、どこでどういうふうに言われたのか、何も分かんないんですよ。だから私の本を書く一つのテーマはね、この名言って、どういうところで、どういうふうに語らせるといいかなと、つぶつ考えるの、ずいぶんもう、それと考えてるんですよ。ね、で、僕、この言葉も好きなんですね。男は死の後のいらぬことを考える必要はない。志を立てた以上、迷わず一本の太い仕事をすればいいのだ。かっこいいね、これ。ね、これ後編のこの言葉ですけどね。これは私はね、二宮尊徳のね、教えを学んだ、生き死にはしようと。イギリスがしょっちゅう言っとったもんで、佐吉郎の言葉になっていくんだと、ということにしようね。で、それからね、これもね、佐吉郎の名言なんでしょ。世の中の多くの人のために、またお国のためにという考えで一生懸命に働いていけば、食うものも着るものも自然とついていくね。これは誰に言わせようかな。お母ちゃんだと。どんなシーンで言わせるかというとね、その浅草に行って開業したんですわ。嫌がる民を引き連れながら、ところが案の定失敗しちゃって、もう一年も経たんのに、もうできたの借金だけで帰ってくるね。残ったのは借金の山と、待ってるのは親父吉の怒りね。その時にお母ちゃんが息子を励ます、その言葉にしようとね。世の中の多くの人のために、またお国のためにという考えで一生懸命与えていけば、食うものも着るものも自然とついてくるね。要は日蓮宗のね、この経営するお母ちゃんが息子を励ます言葉としては、これはいいぞとというふうに、まあこの辺はイマジネーションです。まあいろいろ申し上げましたけど、ですね、まあ詳しくは本に載っておりますから、ね、本が1700円かける消費税で上下ですけど、本日あの3000円でちょっと残っておりますから、ね、で、名古屋町の木造物件の方に寄付しますんで、まあ、できたらあそこにある分だけは買ってってくれると嬉しいなと思いますまあそういうことで、ご清聴ありがとうございました。